ちょっと待ってください。ごめんなさい、嘘つきました。さっき紹介した会社に入っても金原さんになりたいことはできません。すっげーブラックで関係ない仕事ばっかさせられます。やめた方がいいです。そんなこと言っちゃっていいんですか？別に私だって経験もないのに最初からいい会社に入れるなんて思ってませんけど。だからって嫌な思いすることないです。あの、これデザインスキルを勉強したり資格取ったら紹介できる会社も増えます。だから金原さん、自分の夢に妥協しないでほしいんです。ありがとうございます。学生の時にこういうの勉強しとけばよかったんですよね。夢はあったのに。なのにどうしたらいいか分かんないまま社会に出ちゃって。夢？いわば夢の入り口に立っている学生とその夢が実現できる会社を結びつける仕事だよね。そっか、これだ。すごいよ金原さん、ありがとう。本当ありがとう、思い出させてくれてありがとう。じゃあ、ハルキ、ちょ、うわ、変わってねえな。懐かしい。うわ、いっしょ。まだここ住んでたんだな。おじさんの家だから家賃いらねえから。てか何なんだよ。俺、今日からここに住む。は？お前何言ってんの。かわいい。これ喋んの。嬉しい。うお、喋った。俺のニコボに触んなよ。AI ロボットか。相変わらず顔に似合わず心は乙女だな。うるせえ。てかなんだよ、説明しろよ。俺会社辞めてきた。寮も出たから今ホームレスけど、俺もう一回起業する。だからお前も HR ホールディングス辞めて一緒にやろう。は？意味わかんない。いや話聞いたらわかるって。はい、座って。 OK。 はい、説明します。だからベストマッチの組み合わせが作れるってわけ。まあアイデアは悪くもなくもないこともない。いや素直に素晴らしいって言えよ。お前は天才かって。しかもなんともう初期試験の目処も立ってます。あ、お前また。いや今度はちゃんと読んだって。株は俺が 90% 持つ契約だ。どっから引っ張った？ピーチセブン売却したエンジェル投資家の国岡さん。いいね。ほらニコボも俺と一緒にやれって言ってんじゃん。言ってねえよ。目はイエスって言ってるよ、アキト君。なお前怒ってないのか。え？俺が食べたの会社に残ったこと。全然。だって俺お前のこと信じてたもん。3年も待たせやがって。しっかり吸収してきたんだろ、HR ホールディングスのノウハウ。絶対にこのビジネスで勝って食べたにリベンジする。就活の新しいスタンダードを作るんだ。Thank you.